前回の動画に続いて、共同の相互の完全にを元気とするね、この CON、COM、CO についての関連する単語を見ていきましょう。まずはコントラクトですね。契約する。病気にかかるという意味もあります。収縮するということ。これは もちろんね、CON ともに、トラックというのはトラクターね、を思い描いてくれればいいでしょう。互いに引き合うということね。これで、互いに引き合うことによって、まあ、契約を結ぶということ、それを意味として取ってください。アクセントはコントラクトですね。最初にきます。続いてコングレスです。会議、大会とかね、まあミーティングっていうよりはもっと大きな、ね、規模のことを指します。ともにグレスというのはね、プログレスとかね、いうふうな単語を聞いたことあると思います。グレスというのはね、元気で行くという意味がありますから、どこかにこう向かっていく、共に向かっていくということで、向かい先は会議や大会、国会というものになります。アクセントはコングレスです。コングレス、okay、それでは次に行きましょう。コンファインです。コンファインは制限する、閉じ込める。これはね、共にというよりは、2つのものというのを意識してください。両者、2つのものがこう寄せ合っていく。そしてフィンというのはフィニッシュ、終わるです。ネガティブな感覚がありますけども、そこから2つのものの間に挟まっていくということで、制限されるとかね、閉じ込めるというふうなことになります。境界線範囲についても分かりやすいと思います。アクセントはコンファインです。Fine、 I のところにあります。続いて Consent、 同意する。これについては、共に Scent というのは感じる、 Sense というのを聞いたことあるでしょ。Scent、 感じるというのが元気にあります。元気というのはもともとその語彙が持ってる、ね、意味ですが、元気です。 Scent は感じる。そこから共に感じるということで、一緒のことを思うということから同意するです。アクセントはコンセントです。コンセント、okay？ お花開いとるわ。さあ次に行きましょう。コンクリート、具体的なとかコンクリート性なというのありますが、ポイントは具体的なというのをしっかりと覚えてほしいですね。2つのもの、これもね、ブロックがあります。ブロックが2つ、そしてクリート、ね、成長すると、これね、クリエイトというのにもつながっていきます。成長するというものを意識してください。そこから2つのものがこう成長していくことによって、具体的なものが作り上がるということ、さらにはこうコンクリートというのも、2つのものの物質を混ぜてとか、いろんなものを混ぜてコンクリートができるということから、この単語ができています。コンクリートですね。コンクリート。さあもう一つきました。競争するということね。コンピート、これについては共に、ピートというのは求めるというのが元気であります。ピートね。ここからも派生してくるものがたくさんありますが、またね、後ほど紹介しましょう。そこからコンピート、競争するということになります。OK かな？コンピート。ここにね、アクセントがあります。ということで、今回はまたね、この共同の相互の完全にということをテーマにとって解説しました。しっかり語彙を増やしていきましょう。 All right, everybody. Talk to you later.